皆さんこんにちは。こんにちは。マイナビ仙台レディースの高平美優です。宮本かのです。本日はセブンイレブン仙台トラスト C 店にお邪魔しております。なんでお邪魔をしているかというと、私たちのホームゲームチケットはオンラインとコンビニの2つで現在販売をしているのですが、コンビニで発券購入ができるのがセブンイレブンさんだけなんです。ということで、セブンイレブンさんでのチケット購入方法を実際に皆さんに分かりやすくガイドしてみようと思います。購入初心者さんやいつも試合会場に足を運んでくださる方々、試合を見に行こうと思ってるそこのあなた、必見です。私たちも試合のチケットを買うのはもちろん初めてですが、購入の手続きから発券まで実際にチャレンジしてみようと思います。頑張ります。セブンイレブンさんではこちらのマルチコピー機のタッチパネルよりチケットを購入することができます。今回は第15節の AC 長野線のチケットを、2つある購入方法の P コード検索とキーワード検索でどちらも試してみようと思います。ちなみにセブンイレブンさんのチケット購入方法はマイナビ仙台レディースのホームページの方に持っているので、今回はカンペとして持ってきちゃいました。それでは早速高平さんにやっていただこうと思います。はい、頑張ります。まずはチケットのところを押してください。そしてチケットピアンっていうところを押します。で、今回は先に P コードの方で買ってみようと思うので、 P コードで探すを押してください。で、コード番号の5、9、2、9、3、8を押して OK ボタンを押してもらいます。で、今回はパルセイロのチケットを買いたいので、パルセイロ線を押してください。で、まあ、読んで OK。 で、今回はどこで買うんだろう、S ゾーン指定バック席を買うので、そこを押してください。で、1枚でいいなら1枚で OK を押してください。で、購入へ進むを押します。で、不備がないか確認したら OK を押して同意を押してください。で、ご自身のお名前を入力してください。マイナビ太郎とかにしてみる。仙台。 OK。 で、電話番号を入力します。 OK。 自分の名前と電話を確認して OK。 で、確認をしてお申し込み。これで発券できるの？簡単だね。続いてトップメニューのチケットを押してください。で、その後にチケットピアを押します。で、今回はキーワードで探すので、キーワード探すを押してください。地域北海道東北を選んでください。ジャンルを押してください。ジャンルスポーツで OK。検索キーワードに、アルファベットを選択します。で、 WEWE と押します。で、 OK。 おお。そしたら長野のやつを押してください。で、 OK。 で、今回も椅子席指定バッグを買うので押してください。購入へ進むを押します。で、確認して OK ボタンを押してください。で、同意してください。で、ご自身のお名前を打ってください。で、OK。 で、
名前と電話番号を確認したら OK を置いてください。確認してお申し込み。無事にチケットを発券できたので今からレジで実際に購入していきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。失礼します。お願いします。はい、お預かりいたします。チケットの発券ですね。はい、はい、ではこちら現金からクレジットのみの支払いとなります。支払いを続けるか中止を決断。このお取引は現金7個、はい、クレジット注文内容の確認をお願いいたします。お支払い方法をお選びください。方法をお選びください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チケット購入できました。はい、どうも。実際に買ってきました。イエイ。みゆどうだった？意外と簡単だなって思った。マジ？カノは？自分も意外と簡単だなと思って、キーワード検索より P コードをおすすめします。 P コードの方が簡単なのでぜひ P コードで発見して試合に見に来てください。来てください。待ってます。